厨房のコック。パリのレストランシャク位ペシにて、2010年撮影。ホテルの調理場で働くコックたち、1990年、撮影。コックは、食品を食べられるように調理する仕事を職業とする、人、料理人、調理人。日本語の、コックはオランダ語、コークからの外来語であり、特に西洋料理、中華料理などの料理人を指して用いることが多い。 コックは、シェフと称されることもあるが、コックが料理するもの全員を指す言葉であるのに対し、シェフは本来は料理長を意味し、その指揮下で他のコックたちが働くことになるものであり、仕事場では、これら二つの用語は区別されるべきものであり、自由に入れ替えることはできない。仕事中のコック。職業としてのコックは、サルデーニャでは、ぬら揚げ文明の時代に成立していたことが、 青銅器時代の典型的な彫刻などによって証明されており、また古代ギリシアの未経年文明でも同様で音説文字である千文字 B による記述の中で言及がある。古代オリンピックの最初のチャンピオンとして名が残されている紀元前776年の短距離走の優勝者エイリスのコロイボスはコックであったと伝えられている。伝統的に コックなどの守護聖人とされるローマのラウレンティウスは3世紀に鉄格子の上で火破りにされて殉教したとき、こちら側は焼けた。もしウェルダンにしたいなら、もうひっくり返しなさいと言ったとされる。ありがとうございます。